谷川奈々です。髪質とか好みを分かってくれてる美容師さんのところでいつもカットとかカラーをしています。美容師さんによく髪質が難しいと言われますね。特に梅雨の時期とか、最近は湿気とかでもうすぐ戻っちゃうので、本当もう縛っちゃったりしてました。ドリーンというアパレルブランドのディレクターをしています。デザインからウェブのモデル、 PR をしています。本当に自分が納得いっている商品じゃないと皆さんに本当に伝わらないことがあるので、それはしないようにしています。匂いはすごく好きでした。オイルと違ってクリームタイプなので、なんか軽めな感じのツヤ感なので自然で可愛いかなと思う。自分のファッションも結構シンプルめで大人めな感じが好きなので、これくらいの髪型が自分の服にも合うかなと思います。結構伸びやすくて軽い感じで伸ばせやすかったです。ベタつきはでも髪につけたら結構サラサラになったので、固まらない、あんまり固まらない感じなので、髪の毛も綺麗に見えるのが私は好きでした。いつもストレートか巻いてポニーテールかとかなので、これくらいのナチュラルな髪型はすごく好みなので好きです。満足のいったデザインで DM とかインスタで着用画像とか買いましたとかコメントが来るので、その時は本当にやっててよかったなと思います。